コメント来てた。水族館パーティーで勝ったらチャンネル登録します。今夜中なんで大きい声出せません。左から水着ギャル、カニ、浜辺美波、花かっぱ。じゃあこれアプデ前の前日に撮ってるんですけども、何事も仕込み作業が大事だと思うんですね。でもそうすると撮影時間夜中になっちゃって大きい声が出せない。お前、おい、水着ギャル？浜辺美波まで？嘘だろ、おい。カニ一匹残ったぞ。カニと花かっぱじゃ勝てません。もらってゆく。弱い？あは？カニー！まさかのキングのシールド割れないで負ける説悪くない？これ。割れない！わあ！結論！チンアナゴ！ハローエブリワン！フォーエグザンポー！どうもコスです！ということで今回ですね、新キャラコントンアーサーが追加されたので、そちらを使って PVP やっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄からご覧ください。ということで行きましょう。ということでやってきました。コントンさんこと、崩れた均衡コントンアーサー。この、石眼めっちゃかっこいいよね。で、スキル1がデビーウィンフラッシュ。単体の敵に攻撃力の 200% の先行ダメージを与える。クリティカル確率2倍増加、デバフ効果にかかっている敵に与えるダメージ2倍増加ということで、これは光の番とめっちゃ相性いいですね。で、スキル2がウィキッドバイト。すべての敵に攻撃力の 100% の殺到ダメージを与え、一旦の間暗黒の印効果を付与するということで、暗黒の印がですね、回復関連能力を無効化、全体スキルで与えるダメージマイナス 30% ということで、まあ、感染の上位互換ってやつですね。そして必殺技が全ての味方に3ターンの間混沌の力を効果を付与し、全ての敵に攻撃力の 500% の切断ダメージを与えて、自分に混沌の呼びかけを1個付与する。自分が戦闘に参加していて自分に混沌の力効果がかかっている場合、自分の与えるダメージが 40% 増加し、受けるダメージが 30% 減少するということで、これは必殺レベルが上がるにつれてどんどんスキルが上がってきます。で、混沌の力が全てのステータスプラス 5%、 必殺で受けるダメージマイナス 20% ということで、これも必殺マックスになったら強いですね。で、特殊戦技が戦闘に参加している人間族の味方1人につき、人間族の味方の基本ステータスが 5% ずつ増加して、スキル使用移動ランクアップによって人間族の味方の必殺ゲージが1個増加するたびに自分に混沌の呼びかけを付与する。また味方のターン開始時に混沌の呼びかけが最大重複の場合解除して、自分に2ターンの間混沌の支配を付与するということで、まあ、4個溜まった状態で自分のターンを迎えると混沌の支配が付与されるって感じですね。で、混沌の呼びかけがクリティカル防御プラス 10%、 最大 HP プラス 5% で、混沌の支配が敵を挑発、最大 HP 30%、 自分にかかっているデバフ効果を2個解除、スキル使用時に自分の最大 HP の 25% の追加ダメージということでね、この混沌の支配の敵を挑発っていうのが灰色バフなんで、これマジで強いです。ということで今回は生命不屈で遊んでいこうと思います。そして人間派で LRS カノールと光の番と、後ろにちょっとイースティン、まあこれはちょっとね、まだちょっと開発中なんで、なんか違ったらいいのあったらコメント欄で教えてください。それではやっていきまーしょう。これね、LRS カノールの銀のエレガンスブローが来た場合マジで良くて、この銀のエレガンスブローは来なかったか。まあ、一回これで感染入れて、これで3つ溜まるっしょ、多分。スキルでランクアップ、OK、回避めし、で、感染これで入れとく。99,000。まあ、思ったよりって感じか。これで3つ溜まってますね、混沌のヤーツが。硬くね？あ、まあ、そうでもないか。お、なるほど、なるほど。あ、まあ、硬いな。天地開闢状態になっちゃったけど、一回これで落として、デバフ解除で倒す。いや、倒せるよな。大丈夫だよな。で、こっち、エレガンスボローでぶち抜く。オッケーオッケー、倒せる。これ、いっちゃっていいんじゃない？うわ、惜しい！強すぎる。で、次のターン、アーサーが生き残れば、なんとかコンとかを付与できるんで。あー、もうエスカノールね。いや、でも天地開闢。まあ、でも味方への、固定！
バカバカしい。これで混沌の呼びかけで、あ、混沌の支配か。今混沌の支配ついてるから、最大 HP の 25% 追加ダメージをここで与えられると。まあ、多分ね、これで倒せて、あ、倒せなかった。まあ、ちょっと見ていきましょうか、火力。さあ行け !25 万。まあ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 、驚くほどではないな。驚くほどではなかったな。お願いします。さあ対面同じ編成ですね。そして投球飯確定なんで、うわエレガンスブロー来なかったか。これさもうこいつ倒していいんじゃね。え、いけそうな気するな。これこんな感じで倒せないか。あ、いけそう。あ、いけるいける、全然倒せるやん。裏から真面目になんだ。あ、これでスキル、ここのスキル移動でなっても上の混沌の呼びかけが溜まってますね。なんで次のターン混沌の支配にできます。おっと、バンをやりに来た。え、か硬いんじゃない。なんだなんだなんだそれは。なんで散らばったんだ。おい、めっちゃ散らばってきたぞ。これまあ火力を見せてあげてもいいよって感じかな、もしかして。じゃあ一回感染入れといて、真面目にはいいや。もう真面目に全然大丈夫だから。これで混沌の呼びかけ、必殺もたまる。エスカノールちょっといらないじゃないわ、怖いから。これでやっていきましょうか。すよー、待って待って待って、やばい、びっくりしすぎてゲップ出そうになった。強くね、耐えろよ。硬すぎだろこいつ。うわ、いや、これちょっと感染やばいな。うわ、よしよし。うわー、ザハードイズジエンド来た。これちょっと戦いにくいな。まあでもスキル移動だけでも必殺貯められるんで、これでちょっと混沌の支配を貯めてこう。多分ね、混沌の支配になった時めっちゃ強いんだよね、多分だけど。はいはいはい、いいね。あ、これで4個貯まって、もうアーサー単体攻撃。あれ、人間族ってこんな硬かったっけ。俺覚えてないだけかな。硬くね、なんか。必殺貯めつつ、これも移動させて、どうしようかな。まだ、今、混沌の試合もうついてるのか。ちょ、これで殺到ダメージ一回食らわせてみる。一回食らわせてみようか。ちょい微妙だな。ここで真骨頂。あー、いや、でも食らうな、意外と。おうおうおう、クリティカル出ない。じゃあまずエレガンスブロー、混沌の支配、混沌の支配。ちょっといまだに、いまだにっていうか、やっぱ使い方まだわからんな、あんまり。おお、強い、えぐい、えぐい、えぐい。おお、普通の人間パキした。これはさっき同様でいきますか。これでもう構え使っちゃっていいよ。この感染がさ強くなるの、混沌の支配受けてからマジで強いね。お、スギプギプギビ、これ耐えるっしょ。かてえな、おい、どないなっとんねんこいつは。こいつ倒していこう。あー強っ。混沌の試合1ターン目でやってから感染入れることできればマジで強いな。ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もう早速フェスのあの混沌さんを使ってみたんですけれども、まあめちゃめちゃもうとにかく真面目にみたいにぶっ壊れって感じではなかったですね、使った感じ。ただ上取って
おい誰だよ。上取って混沌の支配受けてからの感染、あれはマジで強かったんで、ちょっと皆さんもぜひガチャで当ててこの編成で装備試してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画までうのどストレス Thank you。 ということで今日もね、本当はねガチャの生配信したかったんですけれども、昨日のあの情報局のねミラー配信がめちゃめちゃなんかラグくて、ちょっと皆さんにご迷惑をおかけしたんで、ちょっとなお今日もねそうなっちゃったら嫌だなと思って今日はちょっとやんなかったです。なんで土日ねもしちょっとできたら、今ダイヤ400個ぐらいあるんで天井まで行くガチャ配信しようかなと思うので、皆さん暇な方ぜひ遊びに来てください。ということでみんなおやすみ。